どうもこんにちは、モンブランです。以前私の愛車スイフトスポーツをぶつけてしまって、リア周りがベゴベゴになってしまいました。画面に状態を出しておきます。いやー、派手にやりましたね。ちゃんと修理が完了しました。綺麗に治りました。よかったです。今回は修理報告をしたいと思います。これだけへこんだら修理にどれだけのお金がかかるのかもわかります。よかったら最後まで見てね。どうですか、このリアハッチ。まるで新車のような状態ですね。板金屋さんありがとう。とても綺麗に直りました。これまでは安倍の生命神社のシールを貼っていました。今回は春日大社のシールも追加して機動力アップです。これで事故なし。この後はぶつけたいきさつや修理費用について話したいと思います。しかし綺麗に直りましたよね。全然わからなくなりました。今回のぶつけた状況なんですけど、まあ通りがありまして、これモンさんの車です。でこちらの通りに出たかったんですが、まあ信号で止まってました。でこの状況で、あ、忘れ物をしたから一回家に帰りたいと思って、ここにあった廃業したお店の駐車場、すごく大きな駐車場あるんで、そこにねバックで入れて方向転換をしようとしたわけです。こう言ってこう出なかったと。ところがですよ、これね毎日通る道なんで、しかもここ大きい駐車場、段差もない路肩の施設で、お店も倒産して使ってない、だだっ広いものがあると。だからスッと入ってスッと U ターンしたかったんですが、なんとここにね電柱がねいたんですよ。で運悪かったのは、これがね C ピラーのこの四角にこれが入ってたもんですから、ここ見えなかったんですね。でミラーを、ドアミラーを確認すればおそらくこう見えたんでしょうけど、この時朝だったもので、結構朝の出勤時ぼーっとしてたんですよ。そしたらね、この後ろからだけこう中からこの後ろ確認してバックしたら、ここにドスンとね電柱にぶつけてしまいました。こういう状況でスイフトスポーツの後ろがベコベコになりました。納品書を見て確認しましょう。実際どれだけ修理したのか納品請求書を見て確認してみます。板金塗装、ライセンスプレート、ライセンスプレートフレーム、リアバンパー、相当ですね。見た目だとちょっとベコってへこんだ感じかなと思ったんですけども、相当ですよ、相当。実際修理にいくらかかったんでしょうか、領収書をお見せします。38万1645円。今回は通り慣れた道であっても、通勤などの朝ぼーっとしていたり、思い込みで障害物がない、
安全確認を怠ったっていうことね。勉強代ということで人を引かなかったっていうこともあり、納得したいと思います。まあこれはね、本当大きく反省したいと思っています。皆さんも交通安全には気をつけてください。でも本当に綺麗に治って板金屋さんには感謝です。いや、よかったね。まるで新車のように後ろだけはね、治りました。ということで最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたなー。